ダイエットにおすすめの美味しい痩せる手作りおやつお伝えしていきたいと思います。ポイントはあなたの腸内環境が整うかどうか、ここがポイントなんですね。そこで今回登場するメインのそのレシピの材料はこちらです。オートミールを使った手作りおやつなんですね。で、このオートミールというのがあなたの腸内環境を整えてくれる痩せ食材になります。なぜかと言いますと、まず白米に比べても低カロリーです。で、また低 GI 値食品ですから、あなたのその血糖値の急上昇を抑えてくれる、緩やかに揚げる食材なので、結果あなたは脂肪を溜め込みにくくすることができるんですよ。そしてビタミンもミネラル、そしてタンパク質や食物繊維がもう非常に豊富に入ってますから、栄養バランスを整えながらまたダイエットができるという、もう本当パーフェクト食材なんですね。そこで今から簡単に作れるこのオートミールをメインで使った手作りの美味しいおやつご紹介していきたいと思います。で、まず材料とその後で作り方お伝えしていきますね。で、私もこれねよく作ります。で、またおやつにもなりますし、実は昼食にもおすすめです。まあ、もしくはそうですね、おやつに食べていただいたらもうお腹いっぱいになるので、その日の晩ご飯をお休みするプチファスティング、プチ断食をしてみるっていうのもすごくおすすめなんですね。ダイエットに必要なことって主に2つあります。まずはあなたの腸内環境が良いかどうか。なぜかというと、あなたの腸内環境もし悪い、要はデブ菌と呼ばれる悪玉菌がもうすごく多い腸内環境ですと、あなたが今こう一生懸命その食べることをお休みして、こう一生懸命、まあ、コントロールしていたとしても、もうどんなにきつい運動を頑張っていらっしゃったとしても、長期的に痩せることが絶対にできないんですよ。なぜかというと、もともと痩せ体質はないのに頑張ったって痩せないからです。逆に言えば、あなたの腸内環境がもう綺麗で、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がこういっぱいいてくれたら、あなたはもう継続、もうずっとですね、痩せることができるわけです。で、プラスもう2つ目、栄養バランス。栄養不足ですと太りますよ。なので極端なその食事制限は NG です。しっかり腸内環境を整える食べ物を食べながら、時々臓器を休めてあげながら美味しく食べて痩せていくのがポイントなんですね。では、それにうってつけのおやつご紹介していきたいと思います。ダイエット中でもおやつ食べたいですよね。そこでおすすめこちらです。材料は1人分です。で、オートミール大さじ2、そして無調整豆乳が 50ml。なので、4分の1カップですね。あとは私がおすすめなのは、無印良品さんで買える甘酒のこうレトルトパウチがあるんですよ。こう2倍濃縮タイプの。その無印さんで売っている甘酒を 50ml、まあ、4分の1カップですね。とバナナが半分、1/2本、あとはシナモンパウダーは適量です。この材料を揃えてください。で、この材料は全部ですね、あなたの腸内環境を整えてくれたり、またこう冷えを改善してくれて代謝を上げてくれたり、もうそういった材料がもう全部ぎっしり入ったもうおすすめのレシピなんですね。では作り方いきましょう。耐熱ボウル1つ用意してください。そこに測ったそのオートミールと無調整豆乳と甘酒、そしてスライスしたバナナをよく混ぜます。そしてそのままラップをかけずに600ワットの電子レンジでだいたい1分から2分ほど加熱してみてくださいね。もうこれだけなんですよ。もう混ぜてレンチンするだけで、その後にお好みでシナモンパウダーを振りかけたらもう完成です。で、このシナモンパウダーが体を温めてくれて、結果代謝が上がって痩せることができる、まあ、食材ですし、あとはこの4つはもう発酵食品であったり、オリゴ糖が含まれていたり、タンパク質が取れたりですね、食物繊維
等々をもう全部ぎっしり詰まってますので、もうぜひぜひこのおやつ作ってみてください。でまたこれ腹持ちがねすっごくいいんですよ。もうよく噛んでいただきますと、もうほんとそれこそ3時ぐらいにこちらを召し上がるとですね、もう晩ご飯いらないぐらいです。もうそれぐらい腹持ちいいですから、よくよく噛んで美味しく召し上がっていただきたいなと思います。さあいかがだったでしょうか。今回はあなたの腸内環境を整えて、しかも栄養バランスをしっかり保ちながら美味しく食べて健康的で綺麗に痩せるというお話をさせていただきました。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えすることで、今お伝えした健康的で綺麗に痩せるを応援しております。またいろんなこういったこうダイエットのことでどうしたらいいのかなってご質問おありでしたら、詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、ぜひご登録後私に直接皆様ご相談されておりますので、ご相談遠慮なくされてください。またこの動画役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。